進化、進化、進化。さあ、プレーボールまで、あと30分と近づいてまいりました。今日は早くは静岡草薙球場に来ていただいたスワローズファンの皆さん、そして静岡の皆さん、こんにちは。お久しぶりです。スワロースタジアム DJ 佐々木久美です。そして私の隣は東京銀行ソロのマスコット、スーパーミッチャー背番号283。そして今日はですね、マスコット交流ということで、みんなに愛されている中日ドラゴンズマスコット、ドラマ先生にも来ていただきました。うわ、深いお辞儀。昨年よりまた深さを増してきましたね。ドラマ先生、お久しぶりです。応援したかったです。もう本当に、はい、静岡の皆さんもね、ドラマに会いたかったと思います。はい、皆さんを楽しませてください。よろしくお願いします。しかし、交流のたまにですね、食事も適当に、はい、すいません、なんか、はい、ぜひ見上げていただきたいと思います。ということで、よろしくお願いします。つばみちゃんは何ですか。あ、つばみちゃんのインスタグラムフォローしていただいているという方いらっしゃいますか。何だろう。あー、結構少ないですね。もうね、つばみちゃん6万人突破したんですよ。はい、ぜひですね、ここからまたつばみちゃんを伸ばしていただくということで、いろんなものを発信しますので、はい、おめでとうございます。ぜひ、つばみちゃん、フォローしてみてください。よろしくお願いします。さて、久々のですね、ここ、静岡草薙球場でのスワローズホームゲームとなりますけれども、2018年以来3年ぶりとなりました。3年前、皆さん覚えてますか。この草薙球場で山田選手がプロ野球史上、66人目のサイクル安打を達成したの、皆さん覚えてますか。ああ、そうだったというところで、はい、記憶が蘇ったかもしれませんが、はい、そんなドラマが生まれた3年前でした。さあ、今日もですね、スワローズの野球が炸裂。たくさんのですね、スワローズのナイスピッチング、ナイスバッティング、そしてナイスプレーが生まれるよう、皆さん手拍子応援で、力強い応援よろしくお願いします。そしてみんなで勝利へと導いていきましょう。応援よろしくお願いします。さて、今日この草薙球場で中日ドラゴンズとのゲームを行います。ドラゴンズファンの皆さんも早くからようこそ草薙球場に来ていただきました。皆さん、こんばんは。本人気持ち、気持ち応援で盛り上げていきましょうね。はい、よろしくお願いします。あとのドラゴンズも盛り上げてくれます。さあ、それではですね、神宮球場でお送りしている選手からのウェルカムメッセージ、この草薙球場でも応援いたします。本日のウェルカムコメントはこの選手です。東京ヤクルトスワローズの山田です。本日も会場ありがとうございます。今日も全力でように頑張りたいと思います。熱いご声援をよろしくお願いします。池田です。どうも、見てくれ、動いてよくなりました。キャプテン山田哲人選手からのコメントでした。ぜひ山田選手の力強い気持ちの応援、みんなの気持ちを届けてください。お願いします。さて、ヤクルト球団では新型コロナウイルス感染拡大防止に向けたさまざまな取り組みを行っております。ファンの皆さんにご協力していただきたいこと、お願い事があります。どうぞ以上の方でご確認ください。楽しく観戦していただけるように、東京ヤクルトスワローズより皆さんの健康と安心のためのお願いです。球場内ではマスクの着用をお願いします。球場内に